彼があなたのことを本命だと思っているかどうかは、こんな行動を見ればわかるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については、僕の個別セッションまでお越しください。彼とはお付き合いが成立しているんだが、本当に彼に本命の、相手と思われているかどうか、本当に彼に愛されているかどうかということに関しては一抹の不安が残る、そんな風に感じることある人もいると思うんです。そんな時にじゃあどういう態度を見ると彼があなたを本命と思っているかどうかが分かるかというお話を、今日は8つご紹介をしていきたいと思っています。行動というよりも言葉としてね、あなたにこんなこと言ってるとそれちょっとあかんよねと、それは全然本気と思われてないよというお話はこういう動画でご紹介をさせていただきました。リンクがこちらに出てるので、彼の言葉としてこういうこと言ってるようだとちょっと危ないよというのはこちらでご確認いただきたいと思うんですが、今日は言葉も含めてなんですけど、ちょっと態度というか日頃のあなたに対する接し方として、これってちょっとあかんよねというようなポイントです。8つあるんですが、この8つがすべて当てはまってるかというとそうじゃないこともあるし、この8つにあるんだけども該当するんだけども、実際にあなたと彼の関係上実は問題ないっていうケースもあったりするから、個別具体的にこういうケース、ああいう場合という問題、については僕の個別セッションの方にお越しいただければ、あなたの状況環境を詳しくお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスを、させていただいたりとか、また問題解決が必要であればその問題解決のお手伝いを、一緒に、していくこともできますので、リンク先こちらに出てますから、こちらの方からお越しくださいませ。さあ、ということで今日は8つご紹介をしていこうと思います。1つでもちょっと危ねえなっていう感じはしますけど、2つあったらちょっとやめた方がいいんじゃないのと、ちょっと軽く思われてるし本命じゃないよねというふうに、思っていただいてもいい8つの、ポイント、そのうちの1つ目はこちらですね。これはもうね、いつも言ってる、ずっと言ってる、毎回言ってる、自宅に入れないというやつですね。もう自宅に入れないという時点でね、もう全然話にならないです。自宅がどこだかも言わないとか、あなたに自分がどんなところに住んでるかっていうことも話さないというのは、そもそもね、話にならない。もう全然、もうお付き合いする気、あなたとなしだと思っていただいていいと思います。そもそもね、自分の所在を、はっきりさせないということ時点でね、もう、あなたに対する気持ちはね、全くないというか、いつでも逃げられるようにするつもりか、もしくは、自宅にいるのはね、嫁さんと子供がおってね、本当は結婚してると、それをバラされたく、バレたくないから言わないというだけの話なので、必ずね、自宅を最初にね、掴んでください。自宅がね、もし本当に入れないだったら入れない正当なね、理由を彼からちゃんとね、示してもらうことです。もちろんね、いつどんなタイミングで、じゃあ自宅に、行きたいって言って入れてもらうのかっていう、そのタイミングとかね、それは彼との関係性にもよるから言えないんだけど、そこを隠すんだったら、基本的にはあなたのことを本気だとは思っていないというか、遊びの女で、適当に遊んでそのうちバックレたろうぐらいのことしか考えてないやつである可能性が高いので、本当にね、既婚者である可能性なんかもすごく高いので、そこはお気をつけになった方がいいんではないですかということです。さあ、そして、2番目です。こちらですね、1番目の話とちょっと被るんだけども、大事な質問に答えない、問題を先延ばし、先のことを決めないというかね、常に話題をはぐらかすということです。次いつ会える、そうだね、いつ会おうかね、もうすぐゴールデンウィークだし、ゴールデンウィークといえば海か、海といえばさ、サーフィンとかやったりすんの？いや、サーフィンってさ、俺やったことないんだけど、今は若い子の間でも結構流行ってるらしいし、そういえば流行ってるといえばゴルフもね、最近流行ってるらしいよね、なんつってね。なんだかあれ、いや、ゴールデンウィークの話はっていうことで、全くこう話は先に進まない。今度、あなたの家行っていいと。そうね、家行ってもいいんだけどさ、全然来てくれていいんだけど、ところでそれよりもさ、今日お昼何食べた？と。あそこのさ、うどん屋すごいうまいよね。ね、あそこうどんもうまいんだけどさ、カツ丼もうまいんだよ。今度さ、ちょっとうどん食い行こうぜ、みたいなね。もう全く質問に答えないで、はぐらかすということは、もう基本的に答えたくないんですよね。だから嘘ついて、何かを言ってね、現地取られたりするとか、中途半端なことを言ってね、あなたにツッコミをされるぐらいだったら、ちょっとね、話をぐしゃぐしゃぐしゃっとしたまんま、もうとりあえずその話を消してしまおうとする行為。そもそもね、本気の相手にそんなことしないからね、特に相手が大事に思っている相手であって、その人が何かね、やっぱりこう2人の関係にとって重要だと思って聞くことに対して、
答えないっていうのは全然もうね本命じゃありませんからね、そこは気をつけた方がいいですよ。さあ、そして3番目です。こちらですね、前にもちょっとお話をしました平日土日の対応がね、あなたに対してどういうふうに対応するかということですね。まあ平日夜、全くね電話に出ない、土日、全く会うことができない、いや土日はねちょっと忙しくてダメなんだとかね、いや平日の夜もね俺結構残業遅くてね全く連絡取れないんだよね、 LINE とか返せないんだよねなんつってね、全くもう夜とかね、土日とかは全く連絡が遅い、土日会えないのはそれは単純な話でね、他の女と遊んでるか、まあ、家帰って子供と遊んでるかどっちかですからね。でたまにあなたとね、祝日、まあ、土日に遊ぶことができたとしてあなたと会うことができてもね、あんなにいつも土日は忙しくてね、仕事ばっかりしてるって言ってる人があなたと一緒にいる時に限ってね何かこう他の誰かと LINE のやり取りしてたりとかね、あれこの人そういうことできないんじゃなかったの、でもねしてんですよね普通にね。まあそういうような、まあ、あなた以外の誰かがいるから、平日の夜とかね土日はそっちを優先して、まあ、あなたはね平日の昼間とか本当にね平日の夜とかでもちょっと空いた時間にある程度前もってね、予定を組まれている時にしか会えないと、いうことになってるんだったら、まあ、気をつけた方がいいですよというお話です。まあ、この話はね、まあ、アラフォー男性に結構多めだったりするんで、まあ、こういうところをねチェックポイントとしてご紹介をさせていただいたこともあるので、まあ、リンク先こちらに出てるんでね、まあ、こちらの動画もね合わせて後で見ておいていただくと、特にアラフォー男性の場合はね、お気をつけになっていただく方がいいと思います。さあ、そして4番目です。これはまあ大変分かりやすいですね。もう止まらないというやつですね。もうね止まって帰るとね、まあバレちゃうというかね、まあ特に髪洗わないとかっていうのもね大変分かりやすくてね、もうあなたの家に行って、まあどっかホテルでもいいですよ、まあそれなりにリラックスして、お風呂入ったりするんだけど髪は絶対洗わないとかね、石鹸の匂いとかね必ずつかないようにねもう全部落としていったりとか、そして終電間際にね必ず帰ると、あれなんかゆっくりしていくんじゃない、いや俺明日早くてさダメなんだよね今日帰んないととかね、ちょっと家の近くからじゃないとあのね電車とか間に合わないからとかね適当な理由つけて、その日のうちに必ずね、帰る、いやそれは帰る場所があるからだって帰んなきゃいけないから帰るんでね、まあそういうところは注意をした方がいいんじゃないですかということです。さあ、そしてこれはね結構皆さん勘違いをされがちです。5番目です。女友達にね会わせないんですよね。彼の女友達は全然全くね登場人物として登場してこないです。登場人物というかね話の中には出てくるかもしれないけど、友達にはね男友達に紹介してくれることっていうのはねまあまあある。だから自分の友達に紹介してくれたからこの人安心なんだなっていうふうに、皆さん思ってしまいがちなんだけど、男の人ってそういう時の結束力ってねよくわかんないフォローの試合をしますから、まあなんとなくねあこれなんか遊んでる女の子だってこう他の友達は思ってても、まあそれ言わないんでね、あなたにわざわざそんなことをチクったりもしないから、まあその辺暗黙の了解でね、みたいなねいうことで、まあそれ以上突っ込まないと。でまあそこにいるあなたとしてみれば、まあ全然ねまあ友達紹介してくれたし、あいいんだなんてね、思って安心してしまう。あだから私本命と思われてるんだみたいなね。そこにね女の子、他の女の子の友達がいたりすると、まあ女の子って割とそういうことね、チクってくれるんでね、あれちょっとあかんよ、あれ他に女おるよとかね、嫁さんおるからね、ちょっと関わっちゃあかんよっていうことを言ってくれるんだけども、まあそういうとこにねあえてだから男も分かってるんで連れてこないんですよね。だから男の人が、いる場面に紹介、お友達をね紹介してくれたとしても、そこに女友達にねなぜか会わせないっていうことがあるんだったら気をつけた方がいいかもしれません。さあ、そして続いて6番目ですね。まあこれも分かりやすいですね。まああなたの体をね、雑に扱う、もう完全に苛烈号というか、まあ彼のね欲求を満たすことだけが、まあ中心になっていて、まああなたに対するこう優しさとか愛情ある、接し方みたいなものが全くね、ないと。まあそういうのがこう趣味嗜好としてね、あなたと彼の間で成立してるんだったら、まあそういうこともあるかもしれないけど、明らかにあなた自身が望んでいないし、まあそんなこと求められてもね、ちょっと嫌だなということでも平気でやる、それはもう本当に本命の女にそんなことするわけないんでね、好きな女にそんなことする男はいないから、そういうことされるんだったらちょっと本命扱いされてないというふうに思った方がいいし、まあ、他に女がおるか、ねまあ、他に嫁さんがおるか、まあ、もしくはね、単純にもうその場だけの遊びの女と思われてる可能性が高いので、そこはね、まあ、そういうことをされてるんだったらあこいつあかんと、すぐ思った方がいいですよという話です。さあ、そして、7番目です。
はい、SNS をね、隠す。まあ、SNS といってもいろいろありますが、まあ、Facebook とか Twitter とかね、インスタとか、まあ、いろいろやってる方が多いんで、まあ、やってない方もいらっしゃるんでね、まあ、いいんだけども、まあ、やってないんだなんて言いながら、こうね、名前で検索をしたりすると、まあ、最近 Google なんかでね、こうお名前検索すると、Facebook のアカウントなんかが一番上に出てきたりとか、まあ、本名でやってらっしゃる方とかはね、Twitter のアカウントが出てきたりとかね、まあ、最近彼が、まあ、まあ、話題にしてきたようなことなんかをちょっとこう検索かけてみると、ツイッターで検索引っかかったりとかね。で、その行動履歴を見てみると、まあ、そのツイッターなんかですね、投稿履歴なんかを見てみると、あれ、これ彼だよねっていうことがこう明らかに分かったりすると。で、それを全くね、言わないんですよね。いや、俺そういうのやってないんだよね。全く訳分かんなくてさ、なんつって。で、そこ見ると、なんか子供と一緒にね、写ってる写真とかね、嫁さんと楽しく遊んでる姿とか。まあ、あとはなんかね、全然関係ない、なんか知らない女とね、今日は彼女のね、バースデーパーティーでしたみたいな。なんだこれ。ということもよくあったりするんで、まあ、そのあたりをね、隠そうとかは、まあ、基本的に、注意をした方がいいのではないでしょうかということです。さあ、そして、最後8番目ですね。まあ、これはもう全てにおいて言えることです。予定をね、常に彼優先。あなたのことは後回し。彼が会える時に会うということですよね。だから、あなたのために彼が予定を合わせてくれたりとか、あなたのために何かね、彼が時間を調整してくれたりっていうすることは基本的になくて、すべて彼にあなたが合わせるような関係は、まあそもそもね、注意をした方がいいですよと。だって彼はあなたと会いたい、本命だったらね、多少の無理はしますよ。できる範囲はあります。できる範囲もあるし、優先順位としてね、今は仕事が中心だからどうしても会えない時とかいうのもあるでしょ。でも、それにしたってさ、明らかにちょっとなぜかいつも彼の都合に合わせられてるよねと。まあましてやは、待たされることも多ければ、場合によってはね、ドタキャンなんかもよくされると。だから軽く扱われてるんですよね。だからそういうふうに軽く扱ってきてるような男の人なんで、そもそもあなたのことね、好きじゃないので。で、まあ本当にね、愛しているならばそういうことはしないよねっていうお話もね、これはこういう動画の中でご紹介差し上げましたね。だからこちらもね、ちょっと見ていただいて、まあそういうことされてるというか、軽く扱われてね、優先順位が随分下になってるな、彼の予定優先だなっていうふうになってる時というのは気をつけた方がいいですよということです。さあ、ということで今日はね、8つ、ご紹介差し上げました。まあ本当はね、これだけじゃなくてもうちょっと細かいところを上げていくといっぱいあるし、まあこういうお話をね、聞きながらもうとんでもないなと、思いながらね、怒りを僕にぶつけてくる方とかいるんですけど、それは、俺じゃなくてね、お相手に言ってくれと、いうことで、まあこういう人と出会って、あ、こういう人と関わっていてね、曲がり曲がって、間違ってね、お付き合いというふうになんとなくでもこう成立してるんであれば、早いうちにね、とっととお別れをした方がいいんじゃないかなと、思います。もちろん早とちりをするんじゃなくてね、ちゃんと裏取って、これはやっぱりあかんなということまで確信できたらね、とっとと別れていくと。あんまり早とちりしてね、火のないところに煙を立ててもしょうがないので、まあ、そこだけはお気をつけになっていただきながら、参考にしていただけるところは参考にしていただければいいのかなと思います。現場からは以上です。